こんばんは。昨日見てから可愛くてハマっちゃった。嬉しい、ありがとう。昨日見て。こんばんは、こんばんは。今日も可愛くなりました。そう、今日はあったジャムがありました。ありがとうございます。お疲れ様です。そう、横浜アリーナですごい大きな会場でね、本当に一瞬だったんですけど、すごいよね。すごい大きな会場でした。そう、花道もそう行けて。花道ね、好きなんだよね。あとフリーみたいな、なんか自由時間のやつちょっとしかなかったけど、うんね、好きですね。今日はハーフツインです。意外と最近では久しぶりかな。ありがとうございます。もっと気をつけてお帰りください。この短いから、ありがとう。そう、リボンついてたんね。そうなんや、センターステージっていうのか。そう、センターステージだったの。ペダルのモードでバーって言ってセンターステージに行って踊ってた。100周年本届いたよ。おお、私も見ました。息をする心ってよ、よく映ってたよ。本当ですか。息をする心ではバランスを崩したね。なんだ。
どん先へ出るんどるるもっともっと先へ。夢力出そうぜ。おうおうおう。全力で行こうぜ。ウォンウォンウォン。強めバージョン。髪型特に可愛かった髪型。せーの。控えめに言ってありがとうございます。昨日より前髪短い。面白いんだけど。でもちょっと巻いた。ちょっと巻いてる。豚丼美味しかった。あ、結局ね、切ってもらってない。あれからは豚丼と春巻き。ごめん。ありがとうございます。春巻きはもともと入ってた。美味しかった。お疲れ様です。横浜って感じのメニューだね。あ、そうなの？そうなんか？春巻き。こんばんは。豚丼って、あ、中華街やね。中華街ってこと。へえ、そういうことか。うん。ふむふむ。あ、そうなんだ。なんか私今どこにおるか今一瞬わからなくなった。今一瞬私どこにいたっけってなった。今一瞬自分名古屋におる。あのちょっと名古屋はいつだっけ。
そう、名古屋のなんか記憶が今わーってきた。こうなりますね。1週間前、嘘、もう1週間前なの名古屋。ちょっと待って、分からん、もう分からんくなってきた。あ、水木、今日曜日か。今先週ってことね。すいません。あ、そうですよ。夏休みって8月末ね。あ、地域によってか。どうなんだ。記憶が定かではない。ね、もうすぐ、え、もう3日後にはもう渋谷でツアーしてるもん。やばい、これは私のあのね、予想は多分またどこにおるかわからんくなりそう。去年の年末ほどではないけど、多分わからんくなりそうな予感が今してるわ。え、でも去年ほどではないな。去年はもっとやばかった。だって朝起きて、私自分の実家と思ったら広島の家にいて、広島の家かと思ったらなんか東京にいて、そんな感じだったか。パッて起きたらどこって、ああみたいな、ここかって一瞬で。ちょっとね、やっぱ自分の記憶と違うから一瞬。最近さ、なんかわかんない、なんか結構眠りが浅くて、とってもなんか夢の中でどっちがいいみたいな選択を迫られてて、こっちって言われて、うんうんって言ったら、なんか現実世界でもうんうんって言ってて、なんかいつか寝言をそう言ってしまいそう。声には出してないけど、でしたの、私現実世界で。だから、はあって。寝言アプリは入れてない。寝言、なんか寝言アプリ、ね、そう、全部ね、あれか。なんかこの前ももちゃんと一緒の部屋だった時に、私が先にそう出る日で、
先に寝たんですよ。で起きてから私なんか言ってなかったって聞いたら何も言ってなかったよってスーって言ってたってなんかあのそうスーってこれはね違うそうスーって寝るときってなんかスーって言うのねそう漫画のような漫画のようなわかるすや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 ですすやか不臭だよね不臭不臭スピースピー符号符号はちょっとあいや符号はちょっとねちょっと止まってないか呼吸が。なんかいっぱいだ。でも時々ね、なんか新幹線で寝てる時になんかすごいなんかちょっとなんかガッて言いそうになる。なんだろう。そう。なんか言いそうになる。グッ。ガッ。しても一瞬気づかんない自分がそれ本当にうがって走ったか。とりあえず。うんとりあえずそう、すごい疲れてるときはそうかも。なんかごまかしちゃう。
今日は、うん、寝れそうなんだけど、なんかいつもね、なんか寝る前になったら眠くなくなって、で朝起きたらすごい眠いんで、難しいね。簡単にはいかんね、やっぱり。簡単にはいかない。そうなの、なんかなんだろうね、眠い眠いと思ってようやく寝れるってなったらなんか目が開いてる。何なんだろうな、多分そうだね、今から多分今から本当にお風呂とか何も入らずに寝たら多分この眠いまま寝れるけど、多分そうだね、お風呂入ったり髪乾かしたりいろいろしちゃったらちょっと冴えるんかな。でもなんかお風呂に入らななんか寝れない気がするよ。あとはね、なんかやっぱり髪も可愛くしてもらってからるし、メイクもしとるけん、そのまま配信した方がいいかなーって。思ってるんですよね。方言、福岡出身です。今眠気、眠気は、眠気っていうよりかは寝転がりたい。寝転がりたい。うん、最近すぐ寝転がりたくなるんですよね。一回ちょっと寝転がってみる。そう、お、なんか今日はすぐ取れそうなハーフツインだ。いや、前にダイブじゃなくて後ろからダイブ。
睡眠の質を改善してくれるやつ飲んでるわ。あとなんか疲労感も軽減してくれるらしい。すごいな。今日飲んでみて、明日がどうなるかですね。目覚めが大事。頑張る時期ですね。今日もね、夜ね、なんかもうなんかね、すごい湿気もあるし、暑いんだけど風がもうね、まあ、ぬるくもなく、ぬるいとよりもちょっと冷たいぐらい、まあな風が吹いてた。もう夏は終わりか、夏はもう終わるのか。ね、あと月もね、なんかちょっとおぼろげな感じでいい。もう夏終わるんじゃないかと思ってます。うん、夏の終わりについてね、みちゅさんと話してた。したらね、なんて言ったかな、まだスイカを2回しか食べてないのにって言ってた。スイカ2回食べたんだって。うん、私的にそう、結構スイカ2回、結構でも食べてない、ひと夏2回は結構食べてると思うんですけどね。そう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 、まだ1回も食べてないのにならすごい、あそうなんだってなるけど、2回しか食べてないのに1回食べたんよって思ってた。あとなんか、なんて言ってたかな、あともう一個あったよ、なんとかだし、2個しか食べてないのに。
あ、花火花火それそれ、花火もしてないしみたいな言いよった、そうやって花火まあそうだよね、夏といえばまあ花火だよね。花火が、花火大会中だ今。配信中に見れるもんね。わあ。花火見たっけな、なんか見た気がするな。一回だけ見に行ってはないんだけど、なんか急に始まっててなんかちょっと見たかもしれない。そう、冬の花火もいい。冬ね、もう冬が来る、服来るって思ってる。やっほー。そう、花火がなんか上がるって知らない時の花火が急に打ち上げられた時の音のびっくり具合がすごい。何が起きたって思うよ最初。何が起きたって思った。2回目もなって、え、大丈夫ってなって4、5回なったら、もしかして花火そう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 、音大きいよね。でもなんかさ、あれよね、なんかベランダから花火大会の様子を見れるっていうのがすごい憧れ。ベランダになんかバルコニーがあったとして、なんか椅子とかちょっとおしゃれなちょっとテーブルとか椅子とかあったりして、そっからなんか見れるの憧れ。なんか見に行かなくても見えるんだよねみたいなさ花火大会行ったみたいな。でもさ、行かなくてもさ、ベランダから見えるんだよねみたいなまあその場に行くのもすごいね、やっぱり夏のね楽しみ方というかすごいいいことだけど、やっぱ帰りがね大変だったりするよ絶対ね。それが自分の家のベランダってを開けたらもうすぐ帰れます一歩で帰れます一歩で帰って一歩ですぐお風呂入って寝れますインドアすぎる。
やでもちゃんとね、そこまでちゃんとその場に出向いて、やっぱり大きな花火をその場で見るっていうねこともね、そう楽しめますよ私どっちもね好きなんよ、インドアもアウトドアも、どっちも楽しめますよ。それはそれで、家の花火大会でも浴衣着るか、浴衣着たらでも雰囲気あるよね、やっぱり。雰囲気あるもんね、いいと思うよ みんなが着るならって感じ、自分一人だけは嫌だな。うん、一緒に楽しみたいからね。浴衣配信、あ、そっか、してないか、してないね。みんなの宝物、私ありがとうございます、宝物ありがとうございます。今年はね、何回来たかな、 2,3 回、2回、お話し会と、おお話し会と、リアルお話し会と、あ、あら2回かな、生写真はね、そのね、リアルお話し会の時に撮ったんですよ、だからまあ2回か。ライブでは来てない、来てないね、ライブないよね、そうだね、確かに そうなんですよ、そういったわけがありました。確かに確かに、花火ね、したいんだよね、花火。写真集で、写真集では BLT は、
ありがとうございます。冬公開どうでしょうかね。いや、皆さん楽しみにしてくれてありがとうございます。書いちゃダメだ。私は意を決する。絶対にもう書きません。書いちゃダメだ。書いちゃダメだ。手強い。なんでこんなに軽いの。これ本当にか。昨日からあんま撮ってん。これ本当にか。軽さが尋常じゃないんだけど。ブヨ、いやブヨではない。ブヨだったら結構腫れるから。ダニかな。動物園の時にされたいん。じゃあ書こう。じゃあアリ。でもアリって痛いよね多分。なんか暑いなーってちょっと撮影しててさ、暑いなーと思ったらさ、ここにさ、休憩中にね、ここにアリがついとってアリがついてますよって言われた。なんでここにアリがおるんだ。なんだ、動物園ってなんかすごい、なんか多分もうなんか自然だよね本当。自然界だもんね。アリがついてますよ。ここに。よく登ってきたの。何でもあり。何でもあり。でもこれ、このこれに虫刺されのあのスースーするのあるやん。あれを塗ったら絶対痛いから塗りたくない。これは絶対に痛いって思ってる。スースーするやつ。私昨日までの時点で結構書いちゃった。右足のあの内側のやつが一番かゆい。
かもあざもできたし、あざもできて、さとかわいい、しかもさ、ここわかる？ここもなんか朝できたんだよね。何の技なん？でも多分一つ覚えてるのが、テーブルクロス引きをしたときに、ひゅってひゅってしたときにテーブルに3つぶつけて、そのときにめっちゃ痛いって、痛かったん、それ頑張りすぎたぜ。朝できた。でも朝できるよね、そりゃ。まあダンスしとったらね、技なんてね、できるできる。ただなんかこうやってビューラーするときに、こことここで挟んでこうするから、そのときにここにグイってしたら、ここにビューラーがの圧が来た。で、いたって思って見たら赤くなっててびっくりした。なんか赤くなってるぞって。そう、痛かった。しかもここのまつげが抜けた。また抜けました。負けたら痛むの？いや、痛まない。多分普通の朝。そう、まつげ育てないと。また
何か書く。面白い。みんなのコメントが見えんくなっちゃった。私の目が悪い。書いてた。いつの間にか。さっき決めたのに。さっき決めたのに。びっくりした。自分でもよ、びっくりした。かゆ。でもこの痒いところ書いてるときってすごい幸せ。なんだろうね、すごい幸せにならない？え、わかる？なんか痒いとこ書いてるとき幸せだよね。やだ。でも結局それで描きすぎて傷になって痛くなるんよ。でお風呂で染みて描かなければよかったってなるから。あー、美容室で聞かれた時、痒いとこありませんかって、ね、ありませんって言うけど、ちょうどなんか急になんかその近辺に来たら急に痒くなる時があって、ちょうど書いてもらった時ね。いいよね。でもどうしてもなんかそこじゃないんだよなって時もあるね。そこじゃない。違いました。そこじゃありませんでした。結局そうね、ありますって言ってどこですかって言われて、右側のちょっと下の方のみたいなこと言っても、ここですか、違う、もうちょっと右ですねみたいなってなるよ多分ね。そう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 、もうそこら辺近辺でってしか。私もそう言ったことないよ、ありませんって言っちゃうけど、実はそう急にあったりする。流したいないとこ流したいないとこ聞かれるの。流したいないとこか、そこはちょっとわからんかも。嘘、流し…嘘、あるの？聞かれたことないかも。流したいないとこありますか？ありません。ありません。見えません。あれかな、感覚的にってこと？感覚よね、多分感覚で。あー、気持ち悪いとこないですか？なるほどね、そういう意味よね多分ね。
なんかちょっと、ちょっと気になるとこないかみたいな。今日ハフツインだよ。そういうことよね。でも私時々耳に泡が入ってる時があってめっちゃ気になるよ。耳に泡入る時ないですか、なんかシャンプーの言えない言えない、ちょっと耳に入りましたとか言う。でもそうすごい気になるけど、まあいいかと思って。でも今のところちゃんと洗い流してくれるからいいけど、多分残ってたら多分中耳炎になるからって気になる。シャンプーハットしたら美容院でシャンプーハット、まあ、確かにね。いないよね、なんかね。そう確かに基本的には。確かにね。タオルは全然聞かれないな。冷たいのがあったかいか。あれかな、ちょっと今の話ちょっとさ、もしかしたらさ、わかんないけど、ちょっと多分二通りいる、なんか今二通りいる、もしかして。その私は今その美容院で頭を髪を洗ってもらってるっていう話をしてるけど、もしかしたらちょっと私が自分でただ洗ってる時の話と思ってる方もいらっしゃる。もしかしたらおるかもしれん。すれ違いが起きてた。いつの間にか。一人二役でもかゆいところも自分でかかんし、洗い流すとこも洗い流さんし、耳に入っても全然気にしない人になっちゃう。そうだけどね、自分でやって洗うの。見えてる。
見てる。視力検査みたい。視力検査みたいに感じ。右上上右上右う U 丸花火 Y 下ラーメンわらわら U びっくりマーク C P カレーうん猫トツこれなんだこれなんだああ右肩上がり何これモアイスイカ犬うん黄色いハートうんトツウソしかないやんえ、なにこれ、なにこれ大変よくできましたラクダドーナツなんこれ、磁石ひよこきゅうりいや、結構見えるよ、だけこれは適当に言ってるわけではありません見えますよ。でもだんだんなんか 目の周りが暗くなってきた。よいしょ。やばい、この戻ってきた瞬間に書きそうになるわ。危ない危ない。書いたら幸せだけど後悔する。深い話になったな。私の影が光と影ができてるわ。めっちゃいい歌詞よね。STU だからこそのさ曲よね。
政治性っていうか、なんか考えさせられるような、ここだよね。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。そうね。まあ光と影はありますからね。その境目かってなりますよね。どちらもみたいな。どちらも、まあどちらもね、自分だし自分じゃないし。もうそういうもんよね。そう、最近そう暗闇のさ、あれじゃん、都会で暮らす友は窓しか見ていないらしいからの、やるせない孤独の時になんかどうすればいいんだみたいなこと言ってるよね。泣き言誰に言えばいいか。だっけあれよね、孤独を感じて、で詩人になるんですよね。でも泣いたくないと思ってるけど泣くとね。だからでも都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい、らしい。だからまあ多分なんとなくその都会でなんだろうな、活躍してるのかな、都会にいる仲の良かった良くなくても友達がなんかうまくいってる噂を聞いたりとか、なんとなく本人から聞いたりして、そうなんだなって、そうらしいなってそう確定してしまって、だから自分はこう自分の気持ちを不満とか何も誰にも言えずにずっとここにいるんで。でもさ、そのさ、友もさ、ね、それだけとは限らんやん。友もいろいろあるし、うまくいってなくてもうまくいってるよって言ってしまう時もあるやろうし、そこでまたなんかできてるよね。でもさ、その詩人になっとる方はもうそんなこと
もう見えないぐらいにもう結構もう考え込んでしまったり、って思うよ。まあそう、周りがすごいうまくいってるって見える、まあそういう余裕のない時はそう思っちゃう。自分は全然ダメだなみたいな。もうとどまることはないよね。そうなってしまったら、そう考え込んでしまったら。いい曲だな。そう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 。やるせない孤独の時、やるせない孤独。風を待つもいいよね。さっき見てた夢を思い出せないって。歌詞ね、歌詞ね、すごい好きなんですよね。結構私歌詞をなんかよく見てた。歌詞で好きになることも結構あったし。でも作詞ってなったらね、結構難しいんだよね。なんか一回書いてみたんですよ。一回書いてみたやつ最近なんか見つけて、昔書いたやつ何言ってるんだってなったから、何言ってるんだってなった。だから封印これは封印しよう。よかったよ、どこにもあげてなくて。詩人になってた頃に書いたやつかなみたいな。でも結構私切ない系が好きなんだよね。切なくてなんか胸がなんかギュッてなるのが好きなんだよね。なんか、なんだろう、本当にね、暗闇みたいな感じの暗闇みたいな
ちょっともう廃れてる廃れてるというか、もうなんだろう、そう、陽気ではないねみたいな。結構私ね、時々廃れるんですよ私本当に時々廃れる時があって、あ、すさんでる、廃れてる、心がすさむそれかすさんでる、あ、すさんでるか、まあそうね、時々そうだね、その時はそうメールに送るから気づいてると思うんですけどそう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 、ダークになって、そうそうそう、ソウルジムが濁ってから、ダーク高尾に、自暴自棄サーヤン、でもね、あれよ、一人でいる時しか出さないから、それは誰かにこう察してほしいわけでもないし、当たりたいわけでもないから、なんかなんだろう、そういう時はどうしてるかな。でも私切り替えの達人なんで、なんか急に切り替えはあったりしますけどね。切り替え、急に切り替えの瞬間をね、そう待つか、いっぱい泣くか、うん、なんだろう、気分転換するとか、そう切り替えの達人だよ。切り替え方、どうなんだろうね、なんか考え方によねってなるよね毎回。毎回考え方よね。なんだろう、そうだね、そう、なんか
悩んでることがあっても、その悩んでる種が自分が結構甘えん坊な考え方をしてる時もあって、そんなんじゃダメだなって思った時は切り替えるかな。時々そうですよ、甘えたちゃん、甘えん坊、でもメールとかではちゃんとさ、弱音を吐いたりしてるからさ、まあ唯一の吐ける場所ではあるよね。そこしかないからさ。ありがたやです。甘えてさやん。そう、なんかさ、あれだよね、私ね、あれなんよ、最近気づいた全然関係ない話なんですけど、なんかやっぱり同期の同い年ってすごいなんか心強いというか、なんかすごい、なんだろう、なんでも言いやすい、なんて言うんだろうな、でもすごい、なんかいいんだって。でもさ、そっか、私いないんだってなって、私いないんよ、同期の同い年が。だからね、そうなのよ、だから別にそんなに重視日頃からしてないんだけど、やっぱり年上年下とか先輩後輩とかやっぱりあるからね。なるほどなーってなった。それに最近気づいた。ももちゃんも同い年。ももちゃんね、6個下ないよ。6個下ないよ。
だいぶでした。って言われて、ってどっちの絵、どれの絵、いやー、どうでしょうかね。ちゃんと言葉にしてもらわないと。形、超えてますよ。形超えてますよ。でもまあ、そう、アイドルはね、あんまりね、そう、そこまで、まあ、重視、ね、してない。ね、なあ、やっぱり、まあ今応援してくれてる方がいることが全てよ。そうね、まあ逆にあのプラス、いやプラスですよ、ね、プラスです。私はすごくプラスだと思ってますよ。白ご飯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 白ご飯ご飯汁ご飯ご杯本当お腹いっぱいすぎて本当にやばい。サボってる。だってさ、いやそういうことよ。もしかしたらかもしれないし、こんな深い話もねまだできなかった。社会人の話もできなかったし、社会人だったからこそね、いろんなありがたみをね知れてますし、うん、確かに全然違う
人物だったと思うよ。私が16歳で入ってたら。でも性格は変わってないから、もしかしたらちょっと表だったかもしれませんが性格はちょっとこんな感じでした。達観してました。いやでもあれよ、達観してたけど、その頃の私は形成されてないかも。うん、そうそうそう。それしかないよ。そうそうそう。でもね、そう、学生さんは本当にすごいなって思う。私お勉強もさ、部活も、そしてアイドル活動もでしょ。すごいとめっちゃ重いよ。私はもうお勉強と部活でもういっぱいいっぱいだったし、部活だけでもいっぱいいっぱいだったし、勉強だけでもいっぱいいっぱい、部活と勉強の両立も厳しかったのに、さらにねアイドルもしてて、すごいよ。私はね、もう本当にアイドル活動一本でできたからね、よかったけど、そうね。こんばんは。大変だよね。大変だと思う。私ちょっと未来のことも考えるよね。まあそうね。周りとの差とかも考えるやろうし、私は、ね、そうね、違うね、なんか最近占いの番組をね、まあ毎週見てるんですけど毎週見てるんだけど、なんか左側の怪我をした時は、なんかそれはなんか続けなさいっていう暗示、なんか意味がある。っていうのを聞いて、ん？って思って。いや私最近さ、最近だっけ、なんか一時期なんか左側
の怪我がすごい多い時があって、左足の膝の靭帯と指の足の何だっけ軟骨と、あと指の靭帯と、あと何だっけ、加熱されたのこれ両足ですね。そう、お母やんも、そうお母やんはどっちだったっけな、右側かな、お母やんは右側がちょっと良くなくて、だから左側だったかな、どうだったかな、左側だから、そのお母やんのその分を私がちょっと身代わり、身代わりみたいな感じでできてるのかなと思って、それならいいなと思ってたけど、なんかそれをさ電話で言ったら、さあちゃんそれは違うよって言った。さあちゃん3年間ずっと頑張ってきたけん、それが来たんやないって。いいよ。そうなのかーってなって、だからそれ聞いて、いや分からんけどね、そういう意味もあったんかなって気づいたんや。母やんは、優しいですよ。優しいですね。ずっといてほしいです。お兄やん、お兄やん、母やんはよく、そうさあちゃんが言ってくれてよかったよって言ってくれる。そう、私はよくねその反対のことを思ってしまうんですけど、
当ですか。そうそうそう、親孝行したいですね。そうだからね、いっぱいね、そうなんよ、なんか思い出作りたいし、そうそうそう、かーやんはとお父やんも旅行が大好きで温泉が大好きだから、でも全然行けてないんだよね一緒に。私も温泉大好き。そうだね、連れて行って、うん、連れて行かないとね。うん、やばい、また書いてた、気を抜いたら書いてしまう。今、あ、今すごい喜んでくれてるよ、私が別人のようにね、生き生きしてますから。そろそろ終わりか。今はちょっとさすって見てるけど、ほっこりしました。今ちょっとさすって見てる。触らない方がいい。はい、わかりました。そう、さすり、さすったとは言ったけど、結構強い力でさすってました。強い力で、同じか。手を割ってるだけ。いや、ちょっとなんかちょっと手を取って、なんかちょっと違うな。なんかここもかゆい。
気になったらね、痒くなるんよ。だけん気にせんどこう。息をする心、ピンポーン。我慢ってやだね。楽しみのある我慢はいいけどね。そう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 。次の楽しみが、そう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 。例えば、やっぱりね、あれとか。11月15日発売11月15日発売とか、うん、私の、まし、あの、まだ知らない方もいらっしゃる、私のファースト写真集の発売がね、決まりました。もう予約できます。表紙4タイプ、表紙4タイプ予約できます。全部ポスターカード付き、予約特典。あれ、個体調変わったかな。そうだよ、配信集出す。そうなんですよ。お、お、お、あ、変わったか。じゃあ読もうと。いわちゃん寝転ぶかもしれない。店頭で買えないことない？それはないよ。店頭でも買える。ごめん、一回寝転がるわ、配信終わったら。一回寝転ぶわ、ちょっと一回。一回ね、寝てもいい。寝転びましょう。みんなも寝転ぼう。みんなも寝てね。もう寝転ぶ。
やすみ、おやすみなさい、おやすみなさいよ。